サード周平、とんでもない守備。なんかすごいな。あの球を捕球できるのがサード周平。最近は福永も守備上手くなってるからね。この3連戦で、周平のエラーが目立ったから安心。徐々に普段のサード守備に戻ってるね。マリンでの周平は、明らかに守備面で違和感が感じられた。今日は好守備が見れて嬉しい。あとはチャンスで打てれば完璧なんだけどな。中日ファンは周平が活躍してる姿が見たい。ゴールデングラブ取った時の周平よ、帰ってこい。今の中日には復調したサード周平が必要。福永ファーストで、サード周平にするのが一番いいね。カリステは外野守ってくれ。お前が必要なんや、周平。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。